どうもふきまるいわし天狗です。お願いします。さあ今回も愛知県一宮市の実家に帰ってきております。居心地がいいね、実家っていうのは。今回も自分の部屋を探索してみたいと思います。いろいろね、発見見つかりましたよ。これも懐かしい金メダル。これね、小学校の時に担任の先生が大野先生って言うんですけど、みんなにメダルを渡すっていうようなことをしてくれてて、どの児童も何かしらいいところがあるんだよっていうことで、積極的にいいところを発見してくれて、君は何々の金メダルっていうことで、こうかけてくれたんですけど、僕はですね、4-2、これすごいです。平成4年10月31日、僕はね、2学期学級委員になったということで金メダルをいただきました。いや嬉しかったっすね。これ手作りの金メダルなんですけど、むちゃくちゃ嬉しかった記憶があります。松崎しげる人形、これすごいリアルなのよ。あのコップのフチ子さんみたいな使い方をするみたいです。マグカップのフチになぜか逆、これこういう風なんですけど、なぜか逆さにしてうわーみたいな。ちなみにコップのフチ子さんもありました。そうですね、流行りましたね。どでかいちょっと発見ありましたね。でかい、これね、単行本がねたくさん入ってるんですけど、ピーチガール。昔ね、女子に流行ったんですよね。多分ね、これセット売りがものすごい安かった記憶があるんです。古本屋でガバッと置いてあって、で僕は別にピーチガールその時は知りもしないし見たこともないけど、安いから17巻入ってます。で一応読んだんですけど面白かったですよ。なんか女の子の恋の話ですよね、確か2人の女の子だったかな、なんかギャルギャルしい女の子の話だったかな。こんなに幸せなのにどうして苦しく胸が騒ぐの、恋は瞑想、スーパーポップなラブハリケーン。いやいやいや、いい表現がありますねこれ。スーパーポップなラブハリケーン。語呂がいいですね。ちょっとこれ、愛しい当時のお目当てはやっぱりももの体なのか。憎いさえの罠とも知らず強引な当時のキス、ももは大ショック大パニック、二重三重のさえの陰謀にももの恋路の運命はいかに、ヒートアップ風速マッハで吹き荒れるスーパーポップなラブハリケーン。いやまた出てきた。また出てきたで、スーパーポップなラブハリケーン。第2巻では一部血の雨も降るでしょう。いや怖いな、毎回スーパーポップなラブハリケーン出るのかなこれ。あの後ろのね説明書き読んでるんですけど、また別のやつね。当時表編、逆襲に燃える際に桃と当時の愛ついに全面降伏か、紗英の脅迫から桃を守るため紗英と付き合い始めた当時、邪険にされ突き離れても当時を信じていたい桃の心はただ涙、当時を帰れ我が胸に、スーパーポップなラブ。いやもうええって、スーパーポップなラブハリケーン、全部にこれスーパーポップなラブハリケーン書いてあるぜ絶対。だからそのうまい具合にいかないんでしょうね、その恋が。なんかドロドロしてるんでしょうね、このピーチガール。17巻セット、これは絶対に家のね、まあ家宝にして置いておきたいですね。これだけ関数が揃って、これちょっとピーチガール気になるんで、ちょっと検索していろいろ調べてみます。どういう内容なのかっていうのがね、スーパーポップなラブハリケーンって何なんだと気になって仕方ないので調べてみたいと思います。
ということで、今回も収穫がありまくりな実家探索の回でした。ありがとうございました。またね、健康な体で実家に戻ってくることを祈って、日々の生活に気をつけていきたいなと思います。まあ、たどたどしいですけど、思いは伝わりましたかね。しっかりとよく寝て、よく食べて、規則正しい生活をねしないとね、ありがとうございました。ではまた、次回実家探索の回がありましたら、たくさん見てやってください。よければチャンネル登録などなどよろしくお願いします。